チェックイン前なので、次は車の中でお昼食べる。暑い夏もこれで終わりかもしれないので、そして今日は2人だけなのでキャンプっていうか足りない温泉に入りまくりましょう。イエーイ。あとはジップラインしたり、明日雨が降らなければカヌーしたり遊んできたいと思います。1時になってチェックインできるので設営開始。イエーイ。おうちテントだよね。おうちテントです。虫の死体がある中に入っちゃってた前回のやつが。ちょっとじゃあさ、網んとこ開けといてよ、風を通すように。下はとりあえずいいよ。俺の力で割ったんだ。だっさ、俺の力で割れない石があるとは。できた。僕も正規の大発見1個もなかった。ちょっと見ててください。こうした石がありますね。さっきの大きい石が。
こんなになってしまいました。子猫にして、まあ、はい、一回もうね、完全にテント設営も終わったので、ちょっとお散歩というか牧場行ったり、ちょっと池で遊んだりみたいなことをしていきたいと思います。水入ってんの？お、水入ってんの？じゃあ遊んでもいいんじゃん。水浴びてきた。ミニ牧場久しぶり。この間はここで、そこの一番端っこのあれ、なんかでかいとこちょっとあんまりでかくなくなった。あ、なんか前とちょっと変わってる。白雪、白雪、白雪。こんにちは。この子かな、ちっちゃかったのね。こんにちは。あ、フォークラリー後でやろう。ここにを、なんか広くなったかな。メイちゃんになったんだ。茶色いのタッちゃん。あ、タッちゃんもまだ結構生まれた、前回生まれたばっかりだ。僕と一日違いだね。本当だ。上乗れるようにしたんだね。こんなん作ったんだ。前はなかった気がするな。餌あげるときにここであげるんじゃない。よし、じゃあジップラインの方に行こう。この坂がね、怖いんだよね。前に落としたもんね。こんなテントなかったね。今まだ一個前の人がやってるとこ。ボールをさ、なんか片手にこうやって。なんか落とせるかどうかみたいなね、やつだね。ツリーハンモックなったの。おお、この景色久しぶり。すごいね、相変わらず。そういえば、あのファイヤーショーはないけど、焚き火はやるって、ここで真ん中で。意外と冷たい。ぬるい。ぬるいよ。美味しい。割れないように気をつけてね。じゃあジップラインをやりましょう。で、地獄の階段です。地獄の階段登ります。そうだよね、一回やるたんびにこれ登んなきゃいけないんだよ。楽しくてね。ジップライン終わったらさ、疲れるからさ、仮縫い行こうぜ。パパの方が早いってこと？このベルト閉めるんだけど、下がるビーって引っ張って、顔に当たっちゃって。これが発射です。これでワイヤーと引っ掛けて滑って。
習します。今さ、こうやって持ってる、こうやって持ってる、これ同じなの分かる、これ、ね、で親指でグッと下げる、そうこうやったら分かるね。必ずこの向きでコントロールすれば、あの自由自在なので、ね、この形を覚えておいてください。で、これはね、こっちにつけてみる、分かる、持てると思う。 OK、 そしたら本当につけるので、実際に大人がつけるまでちょっと待っててください、ね、はい。対空中の写真、ビデオ撮影は禁止です。ちょっと早かった。ああ、そうだね。もうでも時間かな。もう終わりです。本当に。これラストです。言われた。楽しかった。でも僕パパのアイスがある。パパ一回入ってソフトクリームゲットしました。君はゲットにした。何したんですか。バッターを。またバッターゲットしました。少量バッター。でっかいやつ。はい、これ。どれが。あ。はい、ありがとう。景品、ソフトクリームなんですけど、好きな味選んでください。だけですけど、ね、チョコ。フルーツとチョコです。はい、ありがとうございました。スプーン持ってくる。すごいドリーム。うん、おいしい。おいしい。バニラが濃厚です。バニラのいいとこをチョコが邪魔してる感じ。うまいです。あ、うま。あれは何をあんな並んでるんだ。野菜か。野菜収穫だね。野菜収穫は今回できるけど、やんなくていい。僕はね、さつまいも、さつまいもができているそうですよ。シルクだ。いるよ、くれよ。今日パパがゲットしたやつですから。持ってあげる。よしよし。おー、気持ちいい。あー、気持ちいい。おー、どこから出てるんだ。自由にどうぞ。これやってみる。え、これむずい。ミスターみたいに言って。全然できない。ちょっとだけ前のめりになる。僕たちこれ飲む。あ、そうじゃない？明日ね。雨降ったら中止になるかもしれないから、お金払うのは明日に しましょうって言われたから。どこでやるのか。どこでやるんだろうね。川どこなんだろうね。仮の家でやるのか。よさこいみたいになってますけど。よさこい。
ソーラン節は濃い。ソーラン節か。あ、なんだそれ。こうでしょ。ここに。ここに棒。棒が。なんかみんな水色の服着てる。なんか館内着っていうのがあるみたいね。みんな着てる。これご飯食べれるんだね。明日のお昼ここにしようか。男こっちだ。はい、じゃあお風呂入ります。足がオレンジ色になってる。カラスに笑われてます。おー。